あのお兄ちゃん、 YouTube のコメント欄長文で他人を全否定している人、大体2チャンネルの住人。いや、やばいんじゃないって話、マンドリルだよね。フォー、イエス。俺の名は新荒北仮面、チェレステの仮面をかぶってビアンキ、ビアニノーネ7エントリーモデルのロードバイクにまたがり、東京中を駆け抜ける姿はまるでヤバいロードバイク乗りって話、マンドリルだよね。だがしかし、どんなロードバイク乗りよりも道路交通法を学び、安全第一、歩行者さん優先、譲り合いの精神で走行する有料サイクリストの狂人、思考の領域なんじゃないって話、マンドリルだよね。ふぅ、やっとモーターのコイルが温まってきたところなんじゃない、この不思議ちゃんが。荒北仮面、改めまして、おはこんばんちはなら、新荒北仮面パイセンだぜ。ふぅ、イエス。おう、うぷす、うぷす、一時停止して、危ないんじゃないって話、マントリルだよね。画面の前の賓客庶民サイクリストのみんな、お前たちは道路交通法学んでるか。俺は学んでるんじゃないって話、マンドリルだよね。自動車教習所で習ったことを復習して、そして忘れていることは予習する。道路交通法が改正されるたびに新しい道路交通法を学ぶ、それがこの俺、狂人新荒北仮面なんじゃないって話、マンドリルだよね。だがしかし、この新荒北仮面も最初から有料サイクリストではなかったって話、マンドリルだよね。クロスバイクに始まりロードバイクデビューした当時は、過去動画見る限り有料サイクリストのかけらもない、我ながら恥ずかしいんじゃないって話、マンドリルだよね。そんな新荒北仮面が有料サイクリストとして覚醒したのは今から2年半前。この新荒北仮面が特殊な交差点を走行中、右折してきたトラックに轢かれて弾き飛ばされたのがきっかけなんじゃないって話、マンドリルだよね。その事故から学んだ教訓、それは己自身が道路交通法を守っていても事故という災難は向こうから向かってくる、さらには自分自身が違反をしている場合はそのリスクがさらに高くなるっていう話、マンドリルだよね。その日からこの新荒北仮面、ロードバイクは車両であるという認識とともに、早く走れるロードバイクだからこそ道路交通法を守ること、それが自分自身の命を守ることにつながるっていうことを知ったって話、マンドリルだよね。ペーパードライバーではないこの新荒北仮面、自動車免許はずっとゴールド免許、有料ドライバーのはずのこの新荒北仮面、ロードバイクに乗っている時は有料サイクリストとは言えなかった。スポーツバイクデビューしてからの新荒北仮面、客観的に己自身の走りを見つめ直した時、軽度な交通違反を繰り返していたって話、マンドリルでね。そして一般公道を走行するママチャリ、クロスバイク、マウンテンバイク、ロードバイク、改めて見た時、みんな軽度な交通違反を繰り返している。赤信号みんなで渡れば怖くないの精神、そんな風に感じたんじゃないって話、マンドリルだよね。もちろんそれは自転車に限らず、自動車やトラック、オートバイに限っても言えることなんじゃないって話、マンドリルだよね。ということは、一般公道であったり交差点内で軽度な交通違反をする自転車、車、バイク、トラックが鉢合わせた時、事故のリスクはぐぐんと上がっちまうって話、マンドリルだね。ということは、死亡事故につながる可能性も高くなるんじゃないって話、マンドリルだよね。ロードバイク系チャリンコ YouTuber デビュー当時はね、ロードバイクの速さに見せられて最高速アタック、巡航速度維持するような動画の投稿が多かったこの新荒北仮面だったが、事故をきっかけに荒北仮面自転車教習所シリーズがね誕生したわけです。ただこの自転車教習所シリーズ、
すぐに誕生したわけじゃないんじゃないって話。マンドリルでね。この荒北仮面の荒北仮面自転車教習所動画が生まれたきっかけを作ってくれたチャリンコ YouTuber、 それはイキリ正義マンことアイスマンだったんじゃないって話。マンドリルだよね。警察官ではない PJ アイスマンが一般行動で交通違反をする自転車乗りを次々と捕まえて交番に差し出すっていう動画見た時、このスタイルを真似してもう少しマイルドな動画を作れば自転車の危険運転減らせるんじゃないって思ったって話。マンドリルだよね。PJ アイスマンことトラベラーズのように自転車の交通違反者を追いかけて捕まえて警察に差し出す、ちょっとぶっ飛びすぎなんじゃないって思ったこの新荒北仮面は、交通違反者とスライドした時に、注意喚起するっていうスタイルが生まれたんじゃないって話。マンドリルだよね。荒北仮面自転車教習所注意喚起動画、この最初の頃はね結構うまくいってました。逆走自転車であったり通行帯違反であったり、はたまた車の幅寄せであったり、自転車を軽視する車との、エンカウントで、動画自体の再生数は結構ね伸びました。世の中にいるドキュンとエンカウントするまでは、この注意喚起動画を配信する中で視聴者さんからはね、アイスマンのように違反者を捕まえて交番に連れてってくださいとか、この動画を警察に提出して違反者を捕まえてくださいっていう要望はあったけどね、それはちょっと違うかなって俺は思ってました。その中で、ドキューンに対して注意をした時って大体第一声が「あ」なんですよね。そういった方々、そういったドキューンってやっぱり自分が間違ったこと、いけないことをやってるっていうことを認識した上でやっぱり違反しているので、それを注意されると突然切れ出すんです。この新荒北仮面に注意されたことによって怒りの沸点がマックスまで上昇してしまったドキュンたち、うざがらみしてくるんじゃないって話。マンドリルだよね。中でも、視聴者さんの中でもね覚えてる方いらっしゃると思いますけど、深夜の新居浜通り、逆走無糖化ながらスマホの関西弁サラリーマン、とエンカウントした時は本当もういつ殴られてもおかしくない状況、警察沙汰になりかねないやばい状況だったんじゃないって話。マンドリルだよね。道路交通法違反の3連コンボかましてるにもかかわらずね、俺にもうガン切れマンドリルって話。マンドリルなんじゃないって話。マンドリルだったよね。胸ぐらつかまれたり殴られなかったのは、このアクションカメラで撮影してるのをねアピールしたからってのもあるかもしれないんじゃないって話。マンドリルだよね。小さな巨人こと新荒北仮面、胸ぐらつかまれたり殴られてもドキュンを制圧することは可能だけど、相手がナイフを持っていた場合やばいんじゃないって話。マンドリルでね。荒北仮面自転車教習所注意喚起動画を見てね、視聴者さんで、同じように注意喚起パトロールしている方いらっしゃったんだけど、本当ね警察沙汰になりかねないんで、皆さんはね、この注意喚起パトロールやらないでください。そしてこの新荒北仮面も何を隠そう危険な思いはね、何度かしてるんです。関西弁のドキュン以上に危険な思いはこれまで何度もしてきたって話。マンドリルだよね。それはねその日は、いつものように、銭湯の帰りにスーパー銭湯の帰りに、一般道を走行していたら、なんかね前方を信号無視を繰り返してフラフラ走っている、電動アシストママチャリが走ったんですよ。で危ねえなあいつなあと思ってずっと、走ってて、何個目かの信号で追いついて、追い抜く際にね危ないぞーって注意したら、必殺のね、あっていうやつが帰ってきたんですよ。であって帰ってきたから、フラフラして走ると危ないぞって言ったら、また、この沸点怒りの沸点がマックスにね到達して俺を追っかけてきた。そのドキュンの方は今までの中で一番威勢が良くて、おい止まれ止まれおいって言ってるんで、ちょっとめんどくせえけどじゃ止まるかと思って止まりました。
でその人の第一声がね、第一声が、お前どこ中だよみたいな、どこ中って聞かれた時にえって思ったんですけど、いやあなた見た目40代後半なのにどこ中ってやばいんじゃないって思って、ちょっとププって笑っちゃったんですよ。したらまたさらに沸点マックスまで行っちゃって、今度はなんか地元なのかな、地元で有名 なんか暴走族の名前を出してきて、お前その知っとっかみたいな感じして、いや暴走族、いやもういい年してどこ中とか暴走族みたいな話するから、またちょっとププって笑っちゃったら、また沸点登っちゃったんですね。でその当時はそのデルタ株がね流行りだした時期で、まあ、その方のそのドキュンね、その時マスクしないですげえ俺の近くで怒鳴ってるから、いやちょっといい加減お互いにコロナうつし合いたくないからマスクしてくれって言ったら、また切れちゃった。でまあそんなやり取りをねもう20分ぐらいね続けて、まあ、これ拉致やかねえなと思って、まあ、ちょっとこいつなんか酒臭いし、なんかもう飲酒運転で捕まってほしいなと思ったから、まあ、警察呼ぶよって言ったら、いいよ呼べよって言ったから、まあ、警察電話したわけですよ。初めてねスマホから110番かけたんですけど、まあ、その時に、まあ、どこにいますか、大丈夫ですかって、まあ、警察のね電話の方から言われて、あ大丈夫です、で今から向かうんで場所を教えてくださいって言われて、まあ、ちょっとあんまり地名が分かんなかったんで、近くのね橋の名前、橋のなんだっけの上り口とかにね名前書いてるじゃないですか、あそれ見に行こうと思って行って、じゃあちょっとお前ついてこいよって言って、橋の名前をね見に行ってる最中に、まあ、その電動ママチャリで、フル加速して信号無視して逃げてっちゃって、バーカって言われて捨て台詞吐いて行っちゃったっていう、まあ、ことがあったんですね。その時は荒北画面の状態でもないし撮影もしてなかったんだけど、まあ、むやみにねこの交通違反してる人を注意するのって、まあ、危ないなってちょっとね思い始めました。まあいい年してどこ中とか暴走族の話するやつはね、まあ、近寄りたくないなって思ったのが、まあ、本音ですね。で、まあ、後日その話を、まあ、武勇伝かのように、まあ、緑川花ちゃんに話したわけですよ。したらもう緑川花ちゃんからはいきなり俺怒られちゃった、あなたそんなに正義の味方ごっこして気持ちいいのね、そのために YouTube やってんのって俺言われたんですよ。生きててよかったね、ナイフ、相手がナイフ持ってたら刺されてたかもしんないんだよって言われた時に、あ自分自身がドキュン、イキリ正義マン、ドキュンチャリンコ YouTuber になりかけてて、まあ、自分の行動に酔いしれて、でまあ自ら危険に飛び込んでたってことにね気づかされたんです。でまあ今現在このもともとイキリ正義マンパトロール活動していた PJ アイスマンことトラベラーズがもう3ヶ月以上、活動してないことを考えると、まあ、交通違反者をやっぱり捕まえて、まあ、警察沙汰にすること、あとはもうもしくはね自分自身が、刺されたりボコボコにされて、まあ、警察沙汰の主役になってしまうこと、まあ、いろんな恨みを買うことによって自分も含めた、周りの人をね不幸にしてしまうんだなってね思いました。そう思った時に直接的なね注意喚起動画っていうものを上げるのをねやめようかなって思ったわけです。その日からだからこの新荒北画面の荒北画面自転車教習所動画、注意喚起パトロール系の動画の、まあ、内容がね少し変わった。それまではこの違反者を注意してる俺すげえだろかっこいいだろみたいな感じの動画になってたと思うんですけど、ここ最近の、注意喚起パトロール動画は一般道を走行していると、ね、車、オートバイ、トラック、自転車問わず、まあ、違反者がやっぱりいっぱいいるっていうことですよね。まあ、そういった違反者であったりドキュンとエンカウントした時どのような回避行動を取ればいいのか、危険予測運転であったり正しい道路交通法を広める、まあ、スタイルにねシフトチェンジしたわけです。まあ、少しねこの動画としてはマイルドになって刺激は足りなくなったけど、自転車事故を減らすためのコンテンツとしての YouTube 動画、思考の領域にまた一歩近づいたんじゃないって話、マンドリルだよね。まあマジレスするとね、自転車の交通違反者を注意したところで、警察沙汰にして警察に差し出したところで、
その人たちは多分、変わらないです。まあ、その人たちが、まあ、大きな事故であったり死亡事故につながるような、まあ、重大事故を起こした時にようやく自転車で交通違反をすることの危険性知ることができるんじゃないって話、マンドリルだよね。だからこそこの新荒北仮面の新しい新荒北仮面自転車教習所注意喚起動画は違反者を注意する注意喚起動画ではなくて、荒北仮面の YouTube 動画を見てくれる視聴者さんに自転車で一般道走行をする際にどのような危険に巻き込まれる可能性があるのか、後方の安全確認であったり危険予測運転、譲り合いの精神を伝える、コンテンツにしていこうと思うんで、これからも新荒北仮面自転車教習所シリーズよろしくって話、マンドリルでね。そんなわけで長々と垂れ流し動画になってしまいましたが、今日の動画楽しんでもらえたかな。もし楽しんでもらえたなら高評価チャンネル登録よろしくマンドリル。それじゃあ貴様らみてえな貧脚庶民サイクリストにも良きバイシクルライフが訪れること、この新荒北仮面心から願ってると。次回の動画でまた会おう。あり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 ベテルチ、さよならだ。